はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。クラウドレス24。映画のね、シナリオが、配信されましたので、続きやっていきたいと思います。コンテナ街にてルードボーイズとダウトの抗争が激しさを増す中、戦いには変わらず、その場を後にした99の目の前にとある男が現れる。99、最後面白い話があるんだけどさ、琥珀のことだよ。その名前を聞き、99の表情は凍りつく。なあ、聞こえてるか？こ、は、く。命は大切にしないと。西郷から淡々と告げられた言葉に、99は静かに動揺したのであった。その後、クラブのビップルーに戻ってきた99の横で、外から戻ってきた琥珀は小さくため息をついた。どうした？なんでもねえ。知ってるか？無名街で死人が出た。ワクさん、俺はあの海外マフィアに。そう、99が言いかけたら、チョブリオに現れた海外マフィアは琥珀に話しかける。琥珀さん、そろそろ第二弾、追撃に行きましょうかね。まだだ。2日後、すべてが揃う。スウォードを潰すのはそれからだ。そうか、素晴らしい。満足げな表情の海外マフィアは琥珀を絶賛する。一方、話に入り込む隙を見失った99は、琥珀に告げようとしていた言葉を黙って飲み込んだ。無名街に貼られたビルの一室にて。ランプの光が小さく揺れる中、うつ伏せになったスモーキーが痛みを歯を食いしばっていた。竜に切られた背中をうに合わせるスモーキーをルードボーイズのメンバーたちが心配そうに見つめている。おい、あいつ本当に医者なのか？心配すんな、腕はいい、アル中だけどな。アル中は余計だ。中であるらしい二人のやりとりを見ていたたけしは、おもむろに疑問を口にする。雨宮、なんでお前が？その時、パタパタと駆け寄る足音とともに心配そうな顔をしたララが姿を現した。お兄ちゃん、簡易的な手術台の上で苦しみ続けているスモーキーが痛みのせいに気を失ってしまったことに気づき、ララは息を呑んだ。お兄ちゃん、大丈夫？お兄ちゃん！大丈夫、大丈夫。心配すんな。目覚ましたら
呼んでくれ。そう言ってヒロトはビルトの外へと出て行った。その背中を追っていたララはヒロトを呼び止める。登坂さん。するとヒロトはゆっくりとララに近づき、ポケットから 丸めた札束を取り出し差し出した。あのおっさんに渡しといて。でも躊躇するララの手を取ったヒロトはその手にしっかりと札束を握らせる。このままだとあいつ死ぬぞ。分かってる。何度も言ってるんだけど、でも命より家族が大切みたいだから。ララから視線を外したヒロトは自身の経験にその言葉を重ね合わせたのか、思わず表情を緩める。めんどくせえ兄貴だな。うん、血はつながっていないけどね。捨てられた日が同じだっただけ。ララの発言に一瞬戸惑ったような顔を見せたヒロトだったが、何も言わずにその場で去りを犯した。その直後、突如新たに響いたララの悲鳴にヒロトが振り返ると、車の後部座席から身を乗り出す男を拾えた締め出され、連れ去ろうとしているララの姿と。へやがべーへへーだ。助手席から挑発するような表情でヒロトを見張る。ダウトのメンバーである平井の姿があった。ララ悲鳴を聞きつけたルードボーイズがビルの外へ駆け出していたと同時に、平井の乗せたクリムルは急発進し、あっという間にララの悲鳴を遠のいていく。後を追うためにバウペへ駆け寄ろうとしたヒロトの前に、平井の車を援護していたダウトの男が立ちはだかった。待ってろララ。藤井カレン、俺が助ける。マシンガンキック。うわ、俺強くなったんだぞ前より。戦闘力もかなりアップした。もっと強くなるぞ俺は。てか本当コロナのせいでマジで経済が回んねえな。本当イベント全部中止だもんね。やばいよなマジで。ボーナス10万減ったっていうのもあるしね。あードラム缶。あ、やった。うらぁ、平井サマソケート。やべえ、ヒロトのガチャもう一回回して終わりだ。まさかの連続バトル。どんだけいるんだよダウト。うれ、石投げ。もう石投げと棒に気をつければいいからな。
へいや、気持ちいい。ああ危ない危ない、マジであの棒怖えよ、まあ、最強ボスだろ。危ねえなモッパが。うらなんか判定がちょっと微妙だなこれ。おいや、弱っ。いやもう3連続バトルやんけ。スモーキー超強え、最強だろ。危ねえ、うわあ。3連続めんどくせえな。うわ、湾岸地区巨大クラブで物を入り吹ける琥珀のもとへ突然男が現れる。はあ、別の景色ですね。夜は音と光できらびやかな空間なのに、何もなくなると、あがららららららら。これは、あの時のあなたみたいですよ。海外マフィアは琥珀と最初に接触した時のことを語り始める。粉雪が舞い踊る深夜の屋上にて。琥珀さんですよね。闇に紛れ姿を現さずにいる男に呼びかけられ、琥珀は眉を潜める。何者だてめえ。私たちはね、あなたが一番欲しい情報を持っている。何を知ってんだおい。私が知っているのはね、あなたの友をやったもの。知ってますか？本当の犯人。その一言に琥珀の目の色が変わる。あなたの友をやったのはね、クリューグループの人。クリュー。無限を解散へ導くための見せしめだと思われますよ。これが証拠だと言わんばかりに指示された書類には犯人の詳細なデータが記録されていた。現在は才能三能刑務所に服役中。吉田。
ケンチさんじゃないですか。ケンチさんがまさか犯人だなんて。犯人と家村会の幹部である二階堂が一緒に収まった写真、それを呆然と見せる琥珀に海外マフィアがささやく。私なら協力できますけどね。私の父はチャンソンのボスです。スウォードを拠点にできたらその後私たちはクリューを落とすつもりだ。つまり私たちは利害は一致してるってことです。ずっと探っていた真実をつかみ復讐のチャンスを得た琥珀は、昏睡状態の99の下で自問自答を繰り返した末に海外マフィアと手を組むことを決めたのである。彼らを使ってください。雑用はダウトに。裁かれない罪は悪はもはや正義です。海外マフィアにかけられた言葉を思い出した琥珀は厳しい顔つきで一点を見つめる。スウォード落としたらクリューグループを潰す。以前とはすっかりそれを変わりした琥珀の目には必ず復讐を成し遂げるという強い信念のみが伝わっている。琥珀との再会後、コブラとヤマトは山王街へと戻ってきた。ヤマトの実家、朝日がガレージでコブラと会話している。はあ、あんな琥珀さんの顔、見たこと。何があったんだ。コブラは黙って昔のことを思い返していた。無限時代、雨宮兄弟との抗争に決着がつかなった時のこと。このままじゃ終わらせる。無限の永遠のものにしやるってんだよ。あの琥珀さんが仲間とやり合うはずかね。何か理由がある。その言葉にヤマトも同意しかけたその時、ガレージの外にバイクが止まる音が鳴り響き、思いよらない人物が姿を見せたのであった。99さん、信じられない。いや、今どこ行ったんですか。退院したら連絡くらいくださいよ。次々と投げかる質問には答えず、99を二人の顔を見ていった。ひでえ面してんな、琥珀さんだろ。お前らに頼みたいことあんだ。2日後、琥珀さんはマイティウォーリアーズやダウト、総勢500人を連れて、スウォードを潰しに来る。突然の大勢と、今までにない規模の大きさに、コブラとヤマトは息を呑む。琥珀さんの目的は何すか。
クリューへの復讐だ。クリュー、ちょっと待ってくださいよ。スウォードを潰すことがなんでクリューへの復讐なんですか。達也さんをやったのはクリューだ。なんすかそれ。だって犯人は無限のメンバーだったはずという言葉を99は取る。俺見てたんだよ、運転してるやつ。事故の当事者である99の言うことを信じないわけにはいかない。二人は押し黙った。そして大物に立ち上がった99はポケットから何かを取り出し、コブラの方へ放り投げる。コブラ、これ頼ま。全部終わったら小白さんに渡してくれ。呆然とする二人を残し、さっと立ち上がった99は素早さにガレージを去っていった。琥珀との再会後、コブラとヤマトは山王街へと戻ってきた。ヤマトの実家、あれ？これさっきと一緒？間違えた。やっちまった。はい、ということで映画の、シナリオ終了ということで、またね続きも、配信しますので、ぜひ、見てください。はい、ということで今回ね動画以上になります。ちょっとねコロナはずっと、でねもうみんな隔離状態っていう状態なんですけども、まあ元気よくね、4月になったらねまたいろいろ新展開ね、いろいろありそうなんでね、そちらも期待したいと思います。はい、ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。